最近あのニュースを見てると気になることがありまして、あの半導体不足なのではみたいな。これスマートフォンとか影響ありますよね。割と割と割とあります。ありますかやっぱり。作れないっていう話は当然あるし、ちょっと専門的なことで言うと、特にメインのチップセット、CPU だね。これはやっぱりあのみんな今今ど CPU はジムアイの工場で作るんじゃなくてその CPU を製造することを専業でやってる例えば台湾の TSMC みたいなところがあるあまあとサムスもあるのかなまあ,まあ何か所かありますけどそういうところで作るのでそうするとそこの工場のこのラインをうちが確保みたいなそういう世界になっちゃってきてるんで。 結構取り合いいみたいな、はい、でも実際に物が出たものに関しても、まあ、結構取り合いみたいな感じなので、うん、だからよく笑い話としてあるのは半導体も不足してるんだけど半導体を作る装置の半導体も不足してるしそう。そ<ら>半導体を作る装置の の半半導導体体を作るる装置ともそうしてるみたいなよくわからない状況になってるらしいんで <laughs> これから12月1日3とあるので、うん、特に春商戦は少し回復してくるとは言われてるんだけど、はい、だけど例年に比べるとものがない、まあ、今年もだからちなみに現状で言うと iPhone はプロがあんまりないスマホじゃない世界で言うとゲーム機とかがね、うん、やばいよねって言ってて、まあ、ゲーム機もやっぱりだから。 スイッチとか PS とかなんか買えなくてみたいな話もあるっていう状況ではあるのでだからまあまあ買いたいと思う人は目処が立った段階でちょっと考えた方がいいかもっていうのとじゃあグッと我慢してもう,、うん、もう少し潤沢になるまで待ちますかっていうのもあるんだけど、うん、クリスマス商戦向けて何かで考えるのであればちょっと皆さんも是非早めにあのチェックしていただいた方がよろしいかと思います。はい ホーリン高い機能携帯しようぜ 今回ご紹介する端末は Google Google Pixel 6まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 158.6mm 幅 74.8mm 厚さ 8.9mm 重さ 207g ディスプレイ6.4インチフル HD プラス u k e l 2 4 0 0 × 1 0 8 0ドット Android12 搭載 CPUGoogle t e テンサーチップ OctaCore 内蔵メモリー ROM 128ギガ、RAM 8ギガ、256ギガ、SIM は 7SIM、eSIM、バッテリー4614ミリ、ah、アンペアワー、アウトカメラは5000万画素、1200万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素となっております。さて皆さんお待たせしました。Google から新しいピクセルをご紹介します。なんといってもデザインがとってもおしゃれです。わくわく。 携帯ピックアップです。今回はこちらの端末でーす。Google Pixel シックスということでお届けします。はい。はい、今回は Google さん以外にソフトバンクというからもまあ、えーうん、ちょっと一部モデルが出ますと。はい、ちょっとあのモデルによって若干バラつきあるんですけども、はい、はい。一応両者扱うことになっておりますけれども、今日はこちらをご紹介したいと思います、はい。はい。それではカラーのご紹介からいきたいと思います。私が持っているこちらから、こちらがストーミーブラック。はい。そして こちらがソーータシーフォーム、はい、そしてホーリン先生がカインダコーラルという3色展開になかなかいい感じのこの独特のこのツートンカラーのね <laughs>、はい、ところが非常にいいなという感じでここはねこの部分ですねなかなかいい感じになってますけども。でちなみについでなんでプロっていうのもございまして、はい、プロも今日はちょっと一応ご用意は。 あのさせていただいたというかしていただいたというかソフトバンクさんがありがたく全面協力でございますず Pixel シリーズ、はいえー、9月にご紹介しましたが、はい、初めての方もいらっしゃいますので一応軽くおさらいからいいいいかきたいと思いますグール自身は Android のプラットフォームを開発している会社、はい、まあ企業ですけれどもデバイスもいろいろやっておりますと。はい でまあ、スマートフォンではピクセルシリーズを展開中ということでございます。でかつては、えっと、ネクサスという名前でシリーズをあったんですけど、うん、ネクサスはどちらかというとアンドロイドを えまあお手本モデルと、はい、プラットフォームのまあ要するにリファレンスモデルみたいな感じなので開発する人たちがそれを見ながらそれ,をさんそれでチェックをしてものを作っていくみたいなまあアプリを作っていくとかそういう感じの位置づけのものだったんですけどまあこれはあのいろんなメーカーさんと一緒になって作ってたんですが今のこのいわゆるピクセルシリーズはちょっと位置づけがまあ違って次々と新しいモデルが出てきているという感じですね。今日ちょっっと参考までにあの夏に夏やった えー、ピクセル 5A5G とそれ、はい、からもう一個実は去年のピクセル5これまあちなみに並べてみてよく分かるんですけど、まあ、サイズが違うだけでも本当にまによく似てますみたいなこういうデザインコンセプトでこのイメージ強いですよねこ,そうでこの大きい方がまあ今年の 5A5G、えー、と,、はい、とでこっちが去年のピクセル5、まあはい、になりますと今回で言うとピクセル6それ、はい、からまあピクセル 6Pro のようにこの、うん ピクセルのの後ろにこの数字が1個だけいいてるやつっていうのがまあこれが一応フラッグシップモだからさっきので言うとピクセル5は去年のフラッグシップ、はい、今年のフラッグシップはピクセル6とまあちょっとバージョン違いということでプロもありますと。うん、で一方お尻にこの A がついてるやつ今年の夏にやったピクセル 5A5G ですねこの 5A の A がついてるやつというのはチップセットとか、うん、ボディの材質とかそういうところはちょっと違って。 で価格はその A がつくやつの方も少し抑えめになっているということは、まあ、まあ誰でも買いやすい値段にまとまっているということですね。はい、でちなみにピクセル6と6プロ、はい、これの違いはどうでしょうちなみにこの真ん中に並んでるのを見ていただくと分かるんですけど、まあ、微妙に大きさが違うこっちが6そ<う>です大きい方が <Pro> そうなんですだから若干大きさが違うこれはディスプレイの大きさに起因するもので、うん、当然そこにはプラス バッテリーの容量も当然違ってくるわけなんでなまあそこも違いますと、うん、よく言うと分かるんですけど実はこのこれ分かるこれはいここに四角いのがちょっといるじゃないですか、うん、こっちはいないんですよ。だカメラも実は 微妙に違うというところもあります。なんですが、まあそれぐらいしか実は違いがなくて、中身基本的には同じなので。まあ今回はまあピクセル6をメインでご紹介していきますが、まあちょっと違うところはまたフォローしていきたいと思います。といお願いします。はい、じゃあではボディです。はい、まずボディなんですけども、まああのさっきからお見せしているようにですね。かなりデザインが変わりました。ちなみにこれがピクセル。 6ででこっちがすすすと全然違います違います、ねはいままねデザイン一新という感じで、はい、でボディも若干、まあ、ディスプレイサイズが違うんで若干でかくなったのもあるんですが、はい、ボディに関しては、えー、とアルミ製のボディでちなみにこのアルミは100%リサイクルアルミだそうですけれどもポリッシュ仕上げをすることで、まあ、非常にきれいに仕上げているという感じですね。はいはい、従来は非常にこうシンプルな デザインだったらまあ今回はだいぶこうまあさっきのこのカラーのバリエーションもそうですけどうん、うん、少しこう華やかな感じになって、はい、ちなみに背面に指紋センサーなくなったけどどこ行ったのって言う,、うん、うどこ行ったんですかこれは当然のことは画面の中に入りました<れ>あ画面の中に入ったはいカメラの部分は従来は四角いところにまとまったのでけどここは今回はこここの横棒のところにうん、うん、でこれはあの Google さん自身もカメラバーという要するにバーってボー<あ>ボーカメラバーと呼んでますけども収めましたという感じですね。あとカバー、うん、これオプションで用意されてましたね。そうですね。あの、はい、オプションでそれぞれ用意されて、も、ま、う、あ、僕ちょっと今お預かりしているものでも、こういう感じのあまあカバーになってます。でですね、カメラバーの部分だけちょっとまあなんでしょう、こう露出している、まあ当然ですよね、<ー>当たり前ですよね。まあそう露出してで、しかもこういう感じの、はい なんだろうちょっと顔っぽいんだけど樹脂のえとカバーなんですけども指紋が残りにくい加工をしてあるのでまあ手でこうやって普段持っててもそんなになんかベタベタ感の残らない感じだしでちなみにこれもリサイクル素材を使っているそうですだまあ割と今世の中的に SDGs ですから, <laughs> すからまあ割とリサイクル素材っていうので各社のこうスマートフォンのメーカーさんは特に皆さん今皆さん一生懸命やってらっしゃるんでまあこれは何かいい。 方方向向と言えばいい方向ですけれどもちなみにピクセル6の方は 4614mAh のバッテリーでピクセル6プロの方は 53mAh <ー>だからちょっと少し少ないでもまあ4 6 0 0 m リ、ah、ってまあ<ー>まあ普通に考えたらもう相当でかいわねみたいな話なんですけど、はい、になっています、はい、で一方ディスプレイなんですけれども、はい、ピクセル6の方これフル HD プラス対応の、うんえっと、1080×2400 ドット、まあ、6.41のオーレット UQL ですね 60Hz から 90Hz のスムーズデ,ディスプレイこれで見た感じでも相当なんかあれでしょう壁紙のせいもあるんだけどだいぶ鮮やかに見えるんですよやっぱり、ね、このね UQL よくできてると思うんですよ。で,、はい、でもう片方の、えっと、こっち行きましょうかねこのでかい方ですね。プロの方に関しては、えっと これ実はサイイズがインチです、うん、で解像度も 1440×3120 度からまあいわゆる QHD+ 対応と、うん、もう一段解像度が高い、はい、で,でちなみにこれはオーレットなんですけど、はい、LTPO オーレットっていうですねまあこれはもう携帯機資の記事を読んでもらった方がいいんですけどまあまあちょっといいいい。うん 技術を使ったオーレットということになります。うん、いいです、ね、こちら側は10ヘルツから120ヘルツのスムーズディスプレイということになりますこれだからスムーズディスプレイは滑らかな表示が可能というイメージいいんですかね。基本的にはそういうことになります。はい、動画がねとかゲームとかにはメリットありますっていうのはあるけど、はい、まあ SNS とかの縦スクロールとかのを見るときにも、まあ、あんまり文字が流れないんで目が疲れないとかいろいろそういうのはあります、はい、ただまあその一 一方でもう一つあるのはまあ消費電力を 10Hz の方はまあ動きがほとんどない時は抑えられるというのがあるのでまあ止まってる時に 10Hz に抑えるというのは結構大きいの,あのそれを思いっきりやってるのがいわゆるまあイグゾーなので、はい、あっちは 1Hz ですから、はい、この2つピクセル6と6プロでいうと。 まあ、よ,りより抑えられるのは当然 10Hz からなんでプロの方ピクセル6の方もまあ60から90なんで、うん、どっちかというとこれはあのより滑らかに動かそう、はい、た標準が60だからそれより上のものがあるんで。 まあとハードウェイ的に言うと、えっと、実はフェリカ搭載なので<ー> GooglePay でフェリカでいけますと、うん、であとまあハードウェイ的に言うとちょっとまあパッケージの中に入っているものでちょっとぜひご紹介しておきたいのは、まあ、この, US B の CC USB の CCUSB-C と C のケーブルあと実はもう1個この,このドングルみたいなやつがあるんです、はい、これは USB の A 皆さんがよく使う USB-A のケーブルあるじゃないですか。はい、で大体よくあるのは 片方が USB-C だけどもう片方は USB のでかいやつ昔の A のやつでその時にこれを使ってもらうといいんですけどで何でこんなものがついてるのかって話なんですけど例えば古いパソコンと古いスマートフォン例えばまあ何でしょうまここにあるからちょうどいいか例えばこのピクセル5を使ってましたと5も機種変更して今度6にしますと画面大きい方がいいわって時に Android をセットアップする時のえっと えっとウィザード要するに手順があるんですけども、はい、その手順を進めてて初期設定があるんでその時に実は「データをコピーしますか、はい?」っていう画面が出てくるんですが、はい、これの時にこのケーブルをこの CC のケーブルを使ってもいいし、うんまあ、あるいはケーブルがまあ A のほうしかないんだったらそれでもいいんですけども、うん、これを使ってこういう形でつないでもらいますと。はい、こんな感じでね。そうするとここのデータがアカウントも含めてきれいにここにいきます。 だいたいアプリも含めて、ま iPhone ほども完璧に再現ってことではないけど、まあアカウントからアプリから含めて、割と綺麗いにいきます。もちろん再設定必要なものもありますよ。はい、なんかもう一回ログインし直してみたいのもあるんだけど、これ結構便利なのでうん、うん、ぜひぜひこの CC のケーブルで初期設定、はい。 でそのまま前のから新しいのにデータを移して使っていただければいいと思います。はい、困るのはダメなのはあのデータの引必須でダメなのはラインだけなんで、<laughs> 今業界的に言うと、はい、あのあれです。それはラインが悪いんで、はい。はい、さあそして気になるとこ私からは CPU です。はい。これ聞いたことないテンサーというのは私先ほど読みましたスペックで、テンサー CPU これなんでしょう。まあ Google が開発したまあチップセットつか CPU で。はい ピクセル6シリーズで初搭載。初搭載だ。天才、うん、になります。スナップドラゴンじゃないってことですね。そうなんです。チップセットって簡単にあんまり比較ができなくて、うん、なんかベンチマークで比較してもベンチマークで比較して10%速いから体感してておおこのこの端末は10%速いって感じる人はまあほぼ100%いないと思うんで、うんうん、だからまあわかんないわけですよ。はい、大体でも目安としてどれぐらいなのかって感じなんですけど。はい まあ一応スナップドラゴンの888、今年のフラッグシップで各社が搭載している端末にまとさせたものと、大体同じぐらいと思っていただいていいです。あえて新しいチップセットにしたのか、なぜ新しいチッップセットなんでしょうまあいくつか考え方はあるんですが、グーグルとしてはいろいろ今、グーグルのサービスで実はあの機械学習、AI を使っていろんなことをやろうとしているとっていうのがありますと。 でただ、えっと、これはちょっとグーグルのいろいろ言われている部分もちょっと含むんだけどグーグルって基本的にほらみんながいろんな使ったもの検索したデータとかを合わせてそれに合わせて広告出したりとかいろいろやるじゃないですか。それは彼らの一つのビジネスのスタイルなんだけど、うん、それをすると通信をしてないと何もできないみたいな話になっちゃうので,、はい、で,でじゃあ AI はじゃあ毎回 AI で何かするために。 通信するのみたいな話になってくると「うん、いやそれはここで何かいろいろ処理できた方がよくないですか?うん」と端末ないだけで。っていうのもあって実はそのまあ AI 部分を強化したチップセットが欲しかったで要するにローカルでいろんな処理ができるような例えば写真なんかもそうだけど写真なんか撮って確保するために上げてまた持ってきてみたいなとか、まあ、いくらそこ UI を良くしても通信がたくさん反省するんじゃねえみたいなところなんだけど、うん、それをできるだけの中でまあ処理できるようにしましょうみたいなところは結構 根底のテーマととしては多分あると、はい、もう一つ実はこれはあんまり言われてないんだけどさっきの最初の冒頭の話にも関わるんですが、はい、いわゆるクアルコムの供給体制にあんまり左右されたくないんじゃないかと。 だってクアルコムがチップセットを新しいのを今年はなんとか888ですって言って、まあ、例えば今年とは言わない、ねうん、来年再来年とかで計画出すんですけど、はい、それにに合わせてて製品作っいいいくみたななな感じになるじるゃうちはこっちの機能が欲しいのにクアルコムさんそっちなんだみたいなことも起こりうると、うん、いうことなのでだったらもう自分で起こすわみたいな話なのであまりクアルコムに左右されない自分たちが作りたいものを作れる意味での、まあ、チップセットを作りましたと。 でセキュリティものチップも中に統合されてるそうなので、はいはい、かなり強力なチップだそうです。そしてカメラです。はいカメラはえー、っとまず広角カメラ50メガピクセル f1.85 広角でこれは1.31分の1日まあなんから結構サイズでかいです。画角、うん、82度ビニングでまあ暗所いわゆる暗いとこ要するにだから、はい、えっとピクセルをよ とかまあのつとか束ねるやり方ですけどもいわゆるビニングで、まあ、暗いとこを撮影にも強くしてると。からもう一個は、えっと、超広角これは、えっと、F2.2 で画角は112とかかなりワイドに撮れます、うん、ここまでなんですが、うん、これは共通です。はい、でさっき言ったほらちょっとカメラの真ん中のところになんか四角いのがいるでしょっていうやつがそうなんですけど、はい、望遠なんですけども。 だいたい光学4倍相当ぐらいになりますが、48メガピクセル f3.5 の望遠レンズです。うん、で、これはピクセル6プロにだけ載っています。うんはい、だから遠目の写真撮りたいそれが多いですっていう人はプロを選んでもらうんだけど、普通の人はもうこれ他の部分は共通なので、まあまああんまりリアカメラに関してはもう望遠の有無というのは差になります。はいうん、で一方インカメ、はい、ちょっと見えにくいんですけど、この真ん中のこのね。 これだとわかるか。この真ん中の上んところ、これはパンチホールのカメラがあります。はい、これはピクセル6の方なんですけれども、これは8メガピクセル f2.0 の、えー、と前面カメラ。固定フォーカスで画角は85度。でまあまあだからインカメラとしてはまあまあ普通ぐらいの、ねはい、まあ画角だし、はい、ま固定フォーカスっていうかまあだいたいこの辺一体にピントが合いますみたいな感じになります。で一方こっちも同じようにしてこう真ん中の上に こう穴がありますけどパンチホールありますけれどもこちらは11.1メガピクセル F2.2 の全面カメラこれは Pixel6Pro のみのカメラ固定フォーカスですがこれは画角が94度でもう少しワイドに撮れますっていうあたりがもうカメラのスピックだからカメラに関してはだからこの望遠の有無とフロントカメラの違いっていうのが一つの まあどっち選びますかの部分になりますというところですね。すねうん、はい。はい、あの CM でも私すごい気になってるんですけど、はい、消しゴムマジック <laughs> ここはすっごい印象的なので、うん、ここお願いします。はい。あのー、まああれですね。あの写真を撮ると当然よくあるのはまあ後ろになんか余計なものが映りましたあつはまあ毎度あるお話でございますんで、はい、じゃあ後ろにいろんな余計なものが写ってるのはどうしますかっていうときに。 まあちょっと工夫をするといろいろできますということで実はこれは仕掛けは簡単に言うとポートレートモードで撮ると後ろがほらボケるでしょ。ということはこれが後ろでこれが本体ですということはスマホが認識してるわけでさっき言った AI も含めた認識をするニューラルエンジンでの認識をしてるだったら後ろにあるものは消しましょうということができると綺麗なお姉さんがはいルビーちゃんが映ってますが。 ここで編集を選んでもらって消しゴムマジックって、はい、ここで画像を解析してくれるんでこの辺いりませんよねーっていうふうに認識してくれるんですけ<ー>ここに全てを消去っていうのがいいます、はい、で今これ候補が見つかったんで「はいわ、はい、かりましたこの人たちもういらないです、はい」消す」ってやると <laughs> 少しこう残骸が残ってるんですけどこれもまあ,あの自分で選んでおけば消えていくんで。<え> 簡単に言うと、これ実は GooglePixel のピクセルラウンチイベントのムービーのこの前もねちょっとお話しましたけど本当に撮るとですねうまくやるといきなりなんか誰もいないなんか銀座の大通りなんだけど私一人みたいなことができるのでこれはね面白いですでこれはもう一ついいのはこれね UI が分かりやすい要するに認識をさせてこれが消したいものですよねっていうのが出てくるんで,で同様のことは確かに Photoshop とかでもできるんだけど もうこれをこういかに簡単に見せていかにわかりやすくでいかにすぐパッとできるようにしてるかっつうところはポイントなので遊んでいただけるとですね僕はいいなとクリエイトできますね写真をねだんだんね消すのが楽しくなってきますかもしれないですねなるほどなるほどぜひ試していただきたいんですけどもそしてその他いろいろ独自の機能ありますかそうですね今日ちょっと全部はご紹介するのはなかなか難しいんですけれどもあの一応ざっと読み上げておくとまあ注目したいのは音声認識これもね気になる私もだから翻訳はい でまあ、音声認識は自分の声をこう、ねうん、今までもなんか OK グーグルで何とかって散ざ々んざんやりましたけど、まあ、そういう話ではなくて。うん 音声を認識させて文字起こしができる僕らが例えばなんか発表会とか行って、はい、なんか話聞いじゃですかうです、ね、全部もうそのままこいつで録音させてインタビューとかもそれで録音させて、うん、テキストが全部収まるみたいな感じなんで <laughs> そこからリライトしてきゃいいって <laughs> いうのできるし翻訳も、えっと、これもあのピクセルロンチーメントの時に「この犬の名前は何ですか?」って聞いてるあのシーンがありましたけど、はい、まさにあのことができます。うん で自分で、えー、と翻訳を起こしてでも要するにそのピクセルを介して外国人の人とそれぞれの母国語で喋って会話、うん、もちろんだから、まあ、あの翻訳なんで機械、はい、翻訳ですから必ずしも100%ではないんだけども、まあ、そういうその通訳デバイス的な使い方が楽しめるというのは結構これは大きいと思いますので,、うん、でこういうことがローカルですぐ処理ができるっていうのが実はさっき言ったそのテンサーチップのおかげ。 そこに来るわけかそうなんです、ね、これはなんか UI を作った人も上手だと思うし、はい、そのもちろん基礎技術である音声認識とか翻訳の技術とかもすごいんだけども、まあ、いかにそれを処理を簡単にして早くローカルで処理をするかといったらやっぱり、まあ、それはチップ作った方が早いですよねって話なんなので。 結構僕はこれよく考えられてるし、これから楽しんでいきたい端末<う>っていうニュアンスだと思います。はい、はい、なるほど。はい、それでは気になるお値段です。はい、えっと、<laughs> っま,まあピクセル6はですね、74,800円でグーグルさんが売ってます。 で、エーユさんとソフトバンクさんあるんですよ。まあこれちなみに128ギガのモデルはこんな感じの値段です。グーグルさんで分割払いした場合でも、まあ12回のスプリットイットっていうのを今使えるんで、これはあの手数料もありませんけど、はい、6233円かける12回で払えます。うん、ちなみに、まあエーユさんでスマホお得するプログラムだと23回払って1905円を23回払って、うん。 最後に残債が 38, 円、はい、まあ払うか払わないか端末返すかみたいな感じですまあ、ね、だから実質負担は4万ちょっとという感じですね。うん、からあと、まあ、ソフトバンクさんも扱ってるんだけどこちらは、えっと、一括払いが8万5608円かなこちらは1785円の、うん、48回払いだけども24回まで使って端末を返して申、うんえー、得するサポートですね。で使えば実質負担が四4万。 2000円ちょっとです、うん。でちなみに256ギガのモデルもあるんですがこちらはえっと、えー、こんな感じになってまして、えー、この256モデルはちなみにソフトバンクさんしかどうも扱いがない。ちなみにえっとグーグルさんで買うえば1万円ぐらい高くなりますけれどもえー、あ要するに128よりね、うん、128より2 5にするとまあ1万円ぐらい高くなるんですが。うん まあでも7105円 ×12 回っていう買い方ができる、うん、でソフトバンクで新得するサポートを使えば2070円の48回で24回まで払った後に端末を返却すれば OK、うん、まあ普通に考えればピクセルって毎年出るんで、まあ、じゃあ2年付き合いますかって,っても全然ありだと思うし、はいえー、まあそんなに高い感じもしないので、うん、あの要するにスナップドラゴンの888を搭載と同等レベルだって考えると、うん、まあ さっっき言ったようなその消しゴムマジックとかまあその翻訳とか使うことがあればまあ全然ありでしょうという値段でございますと。で、えー、と今のはまあピクセル6のお値段でしたが、はい、まあ一応プロもフォローしておきましょうということで、うんえー、プロの1、2%ですが、えー、とグーグルさんが売ってるお値段が11万6600円ソフトバンクさん扱いだと、はい、まあそっちのよに6プロはソフトバンクさんしか扱ってません、まあ、1万円ぐらいちょっとソフトバンクさんの場合は高くなりますと。はい で分割払いした場合は2655円 ×48 回24回払って端末返却すれば実質負担額六6万円ちょっとぐらいになりました、うん、で一方6プロの2ゴロ要するに今一番容量でかいモデルってことですね。でこれがえっと12万7600円でソフトバンクさんだとまあちょっと14万も超えちゃうんだけど実質負担額も7万円ぐらいと、うん。 でもまあグーグルさんで買ってもまあ12万ちょ十三13万弱ぐらいっていうところなのでまあそんなにはっていう感じがする、ねはい、んですよでって思わないですか単純に。ちょっと今度ドコモの,あのプロダクトの,あの <laughs> 責任者の人に今度会うチャンスがあったらあの「どうしてピクセルを私にピクセル売ってくれないの?」っつってちょっと言っ,て言っておきましょうみたいな。基本的にあのこれはもうグーグルさんの分を買うしかない。 ですが1つポイントとしてあるのは実は SIM フリーの端末をキャリアの SIM で使ってキャリアのアプリが必要な場合例えばドコモメールのアプリが必要ですとか安心スキャンが必要ですとかそういうのよくあるじゃないですか au でも同じことあるんだけどこれ結構最近 Google プレイからダウンロードできるようになってきました。なので あんまり気にしななくてもいいかなとさすがにあのドコモのこうやって振ると何かできるみたいなすぐアップみたいなのもそういうのはないですけどまあでも基本的には Google の端末の中に Google プレイで配ってるドコモのアプリを入れていただいて使っているだければ、はい、ほぼ似たような環境は作れますか、うん、だからそんなに気にしなくても多分大丈夫。逆に多分、ね、これからそういうい なんだろうスタイルが多分僕増えてくると思うので興味のある人はちょっと SIM フリーの端末にまあキャリアのアプリが好きか嫌いかみたいな問題は別個にあるんだけど、うん、まちょっとまあ試してみるのも悪くないかなと、うん、ソフトバンクの場合はちょっと SIM フリーは SIM を変えなきゃいけないっていう問題があるんですけど、はい、まあどの英語は比較的そういうのがあまりないので。うん まあちょっとやって、特にドコモはほぼ制限がないですから、まあやってみる価値はあるかなという気がします。さあ、そして機能チェックです。はい、えっ、ー、と防水防塵は I P X 7、防水 I P 6 X、防塵。うん、ええー、おしフィクタさっき言ったようにフェリカ搭載してますが、Google Pay で使うことができます。うん、それからえっ、ー、と着信拒否は指定公衆名不明とあと迷惑電話ですね。はい、これ Google の えー、電話アプリの中でできる機能が用意されてますので、えー、それが使えますと。で電話名もありませんがまあこれはもう本当に何か他のパターンで、まあ、この辺も何かちょっとね何か工夫するアイディアがあると思うんでまたちょっとそれは機会があったらちょっとご紹介したいと思いますけれども一応今のところないという状況になっております。はい、はいはい、ではズバリいいところ悪いところです。いいいところからいきましょうはい でではいいところでーすじゃん消しゴムマジック音声認識そしししてカメラが楽いいととうことでまあ消しゴムマジックだけじゃないんだけど、うん、まあ結構楽しいカメラはいろいろ撮ったあといじくるのが楽しくなる端末だしまあ、それが誰にも分かりやすいってさっき見せたように、まあ、もっと他にもいろんなバリエーションあるんだけどこれは是非遊んでいただきたいというのと、うん、まあ意図的にそうやって。 背景に余計な人が映るように写真を撮るんじゃないかと思うぐらい。楽しくなってきますので、<laughs> はい、ぜひ、これはお試しください。という,とう、まあ、カメラは本当に遊べると思いますので、もう一つはピクセルのいいところは。まあ、これからバージョンアップで、いろいろ、また機能も追加されていくと思うんで<あー> <laughs>、まあ。それも楽しみにねっていうところも含めてのカメラ楽して、あと、温泉。認識は、まあ、ちょっと今、海外行けないけど、はい、ぜひ。あの、僕としては。あの、うん、なんだろ散々、あの、なんだろバンコクに行って、よく屋台で何か食べたりするんで。はい 屋台の人に、あの、これ何って聞いてみたいなと思いますね。ねや、本当そうですよ、ねはい。そういう世界だと思います。悪いところあるのかしら。はい、では、行きましょう。続いては悪いところです。はいよ、では、じゃん。ちょっと読みにくいな。はい、もう一声お安く。そして、ケースは好みが分かれる。うん、うん。マテリアルユー。うん、で。 ってこまあまあお値段はねさっきお見せしましたけど、はい、まあもうちょっと気持ち勉強しまへんかみたいな感じはするまあちょっとただ難しいのはやっぱりこういうのってグーグルやっぱり、まあ、海外の商品なんで、はい、まあやっぱりだから為替レートも絡むんでちょっと簡単には言えないんだけど、まあ、特に日本今もう、うん まあ結構な円安になっちゃったんで、はい、まあちょっとむ難しいかなって気がするんだけど、まあ、もう一回買いやすい価格だといいなっていうのはありますで,です、ね、ケースはさっき言ったようにいいんだけど、うん、前のののファブリック系のも,のも残して欲してかかったそれは若干します、ね、でもいああいいとは思何かこう持ったことがない人から見ると初めてのピクセルデビューにはすごいいいケースかなって思います。 だろう知らないかったら透明の何の変哲もないカバーよりはやっぱり楽しいいいと思います、うんうん、純正のやっぱ良さが出てるかな、うんうん、なのでまあでもみたいなとこもちょっと若干 <laughs>、ねはい、色味をなんかいろいろ工夫したものも出るといいな、うん、って感じはしますがいいから「マたリアルって何だって話したんですけど、はい いろいろ今回アンドロイド12になってちょっといろいろデザインをいろいろ変えてるところがあって、うん、例えばウィジェットとかも結構いろんな新しいタイプのウィジェットが出てて、はい、例えばこんなねこう今あえていた時にウィジェットだけ浮いてるようにしましたけどこんなあのこれ時計なんですけどあかわい,いでこういうのがあったりとか,かわいいじゃないですかで面白いこといろいろやってるんですよで、うん、今回 UI が実は相当変わってます。うんまあ、マテリアルうというとそのデザインのああれももるんですけども まあちょっとハテナがついてますもんね。うん。いろいろ賛否両論あるかなうる <laughs> どういうどどんな感じですか。まあわかりやすいわかりでこれはえっともう一つはこれはピクセルのものとしてこういう形なのか、はい、それとも Google、うん、Android プラットフォームとしてのものなのかみたいうところも含めて、はい、これからどうしていきたいのっていうのはちょっとちゃんと説明した方がよくねえですかっていう感じはする。 大きくデザインが変わることデザイン言語が変わるでこれからもしこれに合わせてこの、ね、例えば今仏出してますけどじゃこのデザ,イン言語デザインのセンスに合わせてじゃあ下にあるアイコンも全部みんなデザイン変えていくのみたいな話になってくると「えーみたいなこともあって結構それって大ごとじゃねえのみたいな感じもしたりとかいろいろ思うところはあるわけですよ。 でもそういう意味ではすごいチャレンジをいろんなことをチャレンジしてる、ね、いや本当に本当にあの、うん、そこは評価したいんだけど、まあでもちょっとどうしていきたいのかをもうちょっと一回説明してくれませんかね<ー>みたいな感じはしました。あのグーグオウとかではやってるんだけど、一般の方にも含めてなんかもうちょっとアナウンスしてった方がいいのかなって感じはします。さあそしてズバリ同住人向けということで。いやもうグーもうこれはもうピクセルシリーズ共通もうグーグルのサービスをフル活用した人、はい、もうもうそこに。 そこをいろんなグーグルまあやってるサービスたくさんありますから、それをいろいろ楽しんでみたいと、うん。あとこれはこのピクセルの最初の発表会の時のお話もしましたけども、ママスアンドパパスってですね昔大昔のフォー,カスフォークグループ、ポップスグループみたいな大昔の僕よりも前上の世代の人ですけど、その中の人が今。 中の人人だった人の歌ったた歌歌があるんですそれは今回のオープニングのムービーで「新しい世界がやってくる」っていう話の<ー>こう曲を流してたんですけども、はい、まさにこれから Google さんがどうやってこれから新しい世界を提供していくのかっていうのが、うん、まあそこの音楽には込められてたんだけど、うん、じゃあ言ったからには。 いろいろやってねっていうところも含めて、うん、まあなんか新しい世界を Google が今やろうとしている、これからやろうとしている新しい世界へ向かって行きたい人、うん、まあそこを体験したい人にはぜひ触ってほしい端末だと思います。いやでもワクワクします。うん、あの本当にだから楽しそうな感じ、まあ、まだこれからだからね、見話、うん、の段階でも十分楽しいんだけど、より楽しく広がっていきそうな感じのする端末だと思いますね。はい。そうですね。 あのソフトバンクさんのショップに行け,る行けばあのほぼ確実に触れますしすうまくするとソフトバンクさん結構ピクセルかなり一生懸命やってない中に詳しい人がいらっしゃるんでん店員さんでいい人がいればぜひ捕まえていろいろ相談してみたいと思いますしあとは、まあ、あの家電量販さんも大手でも多分扱ってらっしゃるはずなのでそこもちょっとのぞいてみていただければと。 消しゴムね、してみてね。消しゴムぜひいただいて <laughs> 本当にもう。お店で通ったらいっぱい消しゴムできそう。そいろんなものを消してみてください。<laughs> はい、ぜひ。はい。お試しください。<laughs> はい、ニュース行ってきましたです。えー、さて、今回はどこへ行ってきましたか。バルミューダ。バルミューダ。はい。 といえば、バルミューダー、トースターとか家電系のイメ、ねはい、あので有名、トースターおはい、おしゃれな、おしゃれ家電で有名なバルミューダーさんがですね、スマートフォンを発表し、まあまあ夏前ぐらい、夏ぐらいかな予告はあったんですけど、ようやくものができましたということで今回発表会があったんでんそれを見てきました。はい、ケータイ新聞記事に載ってますけども、バルミューダーさん、まあこれねバルミューダーさん自体がまあ。 まあ知ってる人知らない人もいろいろいると思うんですけどもまあ基本的にはああ2003年に創業したクリエイティブとテクノロジーの会社ですとおっしゃってるんでまあだからまあデザイン家電かなみたいな東京的に言うとあの双子玉の伝え家電なんかに置いてありそうな感じのイメージですけれどもはいまあかっこいい家電を結構作ってるとただしえっとまあ前工程として言っておくと最初にヒットした最初にすごいヒットしたのが。 扇風機なんですけども<ー>まあこれがだから世の中的にと扇風機は3,000円ぐらいで売ってるのにいきなり3万円で出してきたと。<ー>ドトースターもなんか2,980円で安く買えるご時世に2万5,000円ぐらいのものを出してきたと<ー>その代わりもうあの,あの何スーパーの最後の何夜8時ぐらいにもう半額のシールが貼ってあるパンを買って帰って焼いたらすげえおいしく感じるぐらいものすごいよく焼けるみたいな感じと。うんうんうん そういう,そういいいろろ創意工夫がある会社さんでございます。はいはい、で、そこがまあもうその創業者の,その寺尾源さんっていう社長さんがまあ今回壇上で説明されたんですけど、はい、コンピューターを作りたかったと、うん、でコンピューターは今は何だとスマホだと、はい、じゃあ作りますってでデザインを自分で一から起こし、はい、えまあ製造はちなみに今回京セラさん担当なんですけども、はい、曲線で構成、まあ、曲線だけで構成された、うん スマートフォンっていうふうふにおっっしゃって、まあ、実際は細かいところに若干多分直線あると思うんですけど、はいでまあ、コンパクトで持ちやすい自然な大きさのサイズ、うん、で要するにだから今ってスマホがどんどんどん,どん、まあ、今日のピクセルもそうだけどみんな大きくなってるとじゃ、はいね、なくてもうちょっと持ちやすいサイズでそんなにスマートフォンに依存しなくても、うん 使えるのはいいんじゃないですかっていうのが一応テーマだそうでございます。で、やっ、はい、デザイン的にはまあその瓦に落ちてる石ころみたいなそういうイメージも考えたデザインだそうで、あはい、えー、あとはもうオリジナルのアプリをいくつも用意をして。 えー、出していきま4.91のディスプレイを搭載した 5G、うん、のスマートフォーバリューミュータフォンという名前だそうです。でここで僕は延々喋ってもしょうがないんで <laughs>、あのー、ここはですねやっぱり狂犬、あのー、発動ましたよ、あのー、本当にソフトバンクさんにはもう本当にお世話になって本当に申し訳ございませんって感じがするんですけどせっかくなんでこう借りてきましたみたいな感じで,こ感じで僕の手でもってこのサイズ感です。 カタログがのイメージからこのまま実物になって感じで片方だと思うでしょ、ちゃんとね両方持ってきたわけですよ。ああ、本当だ。二色。バルミューダフォン。はい。情報によると、そしてソフトバンクさん。はい。で、あのバルミューダ自身もシムフリーで販売するんですけど、あのソフトバンクさんでありまこんな感じです。ちょっとこう影のところ。が入ってますね。ホリのこう。 でまあ例えばこんな感じでえっとこの青いところのバーを置くと地図を読んだりとかこっちの上っかのところをやるとこうカメラが起動したりとかまあそんなようないろんな仕掛けが用意されていますと。画面の中ででで操作いいろろすねだからまあできるだけ今までだとなんかアプリ探して起動してみたいなものだったらまでできるだけそのまあ簡単に起動できるようみたいなホームアプリとかもかなり工夫を されていますというところの商品でございますが、はい、この商品が出てくるんですが、あ、出てくるというかまあ今予約絶賛予約受け付け中です。多分今,、はい、今週末発売かな。うん、でも今ソフトバンクさんのショップに行くと一応あのものはありますか。はい、多分まあちょっとお店によると思いますけど、うん、まあ基本的にはデモ機があるはずなので、はい、ぜひそれを試していただければと思うんですが、えっと一応ですね端末のお値段もざっ バルミューダさんで直接売るバルミューダでオンラインストアで買う値段が10万4800円でなな、ね、ソフトバンクさんの買う方はいわゆるあの販売プログラムで売りますんで、はい、4万円。 ちょっとお値段が高くなりまますすとといいうところでございますでちなみにスナップドラゴンの7シリーズぐらいのスペックでございますのであんまり全部言っちゃたと次回やるときに何も言うことがなくなっちゃうのでもあれですけど。というのが出てきます。でご興味のある方はぜひソフトバンクソンプにちょっと足を運んでいただいてものを見ていただいて、はいえー、いるといいかなとで、まあ、発表後にいろいろ言われてたのは、まあ、でこれいろいろ賛否両論が正直言ってあります。はい で要するにスペックに対してお値段が高いこれは僕も、はい、その通りだと思います。でも発表会の中で言ってた佐久長さんがおっしゃってた目的に対してできるだけこうすぐにアクセスできるようにうん、うん、さっきのスケジュールとかも含めてですけどもうん、うん、それのものを工夫をしましたと持ちやすいサイズにしましたってするのは皆さんでですなるほどでもなんかデザイン感もバルミューダファンからすると 本当にたまらななない感じなん,なんかちょっとアナログ感も残しつつなんか懐か懐しい感もちょっとあったりある人はだから黒い方を見て、うん、なんか日本 3GS っぽいなみたいな、はい、言い方をする人もいたんだけど<ー>詳細はまた製品版がね出てからあのちょっとできれば。 これもソフトバンクさんにお願いをしてて本当にいつも申し訳ございません本当に助けて頂いてま,、はい、また番組でご紹介したいと思いますが、えっと、ご興味のある方はぜひあとバルミューダストア青山っていうのもあの、はい、青山の表参道ちょっと南青山側にありますんで、はい、そこもあの行っていただけるとより詳しい説明も聞けると思いますんでんついでにいけてるコーヒーメーカーも売ってますからそれもぜひご覧いただければ、はい、と思います。<laughs> はい、またでもラインナップに、まあ、スマホが入ったというで。そうですね。まあ、これから、でも、あの、バルミューダとしては、そういうテクノロジー系を一生懸命やっていきますという話はそうなので。はいうん、噂によると、来年タブレット出すんじゃないのみたいな話もあるそうなので、あまあ、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい、はい、これから、でも、また楽しみですね、はいはい。新しいメーカーさん、頑張ってるところなので、はいえー、今後期待したいと思います。はい、ありがとうございます。 さあえー、Google Pixel 6をお届けしました6か6プロか私は悩むところですか堀井、うん、先生はプロかな<ー>プロですかまあちょっと重さ的なことを考えたりとか,か、はい、ややロックでもいいかなって気はしたんですけど、うん、まあでもやっぱり望遠使いたいよねっていうのもあるのであとまあ実はプロの方がえっとその 可変レートのリフレッシュレートが幅が下が10なので、要するに電池はこっちの方を多分持つだろうっていう感覚もあります。実はね厳密にとこうやってディスプレイのところの処理とかもねこうやって見ると実は微妙に違うんですよ。本当だ。回り込みとかはこのプロの方が回り込みしてるんだけどこっちの方がややフラット。 ほほぼぼフラットにいとかですね結構細かいとこ違うんですけどでも使い勝手 Google としては何がしたいかととここで皆さん楽しんでねって世界なのでそういう意味で言うとどちらを買っていただいても十分楽しめると思います。皆さんででそうすねお店でソフトバンクショップに置いてあるはずなので au ショップにもおそらく置いてあると思いますのでぜひ皆さんもお試しいただければと思います。はい